ゲソンズさん、雪ありがとうございます。寒いっすね。すごい変わったんだ、12月になったから。あ、皆さん12月もよろしくお願いします。よろしく。メール書かなきゃ。メールをね、あれにしようと思ったんです。月頭だからいろいろ月頭っぽいこと書こうかなと思ったんですけど、それ考えてたら全然書けなくなっちゃって 送れてないんですけど、配信が終わったら送ろうと思います。猫キャットさん、アヒルさん、ありがとうございます。かわいいね。ニコラスさんもアヒルさん、ありがとうございます。今日めっちゃ汗かいてる、恥ずかしいわ。めっちゃ汗かいてる、ここに 手で拭いときます。最低。あ、落ち着いてない、汗かいてる。あ、ちょっと艶ってことにしてもらって。猫キャットさん、 I love you、 ありがとうございます。12月8日の公演当たっては楽しみ。お、ありがとうございます。楽しみだ。ビスさん入荷されたらすぐ買いに行くね。ぜひゲットしてください。私もまだ見てないので、ちょっと緊張。めっちゃ痛い、足が痛いよ。もうね、昨日からずっと私すごい服欲しすぎてめっちゃ探してるんだけど、ちょっと買う勇気出なくて。買う勇気出なくて買えない。勇気出ずって感じ。もう今月はたくさんインスタ載せたいなって思ってるんですよ。だからお洋服買いたいなって思ってて、ちょっと。でもね、インスタね、撮ってもらう人がいないんですよね。私、家族に絶対撮ってもらわないっていう決めてるので。そう、だから探さなければいけない、撮ってくれる人。それが一番難しいですね、実は。洋服を買うよりも難しい。とりあえず誰かと会う予定がある日は絶対写真撮ってもらおうって思ってます。なう。おしゃべり会に服買わなきゃ、私も買わなきゃ。何がいいかな、どんな服にしようかな。結構考える時間好きですね、私は。楽しいです。でもなんか日々洋服がよく分からなくなってくる、見すぎて。なんだっけみたいな、どうしたらいいんですかってなっちゃうんですよ。だからだんだん分からなくなってきて、あーってなっちゃうんです。なんか今日顔暗くない？めっちゃ影になってる、なんでやろう。
髪の毛崩れちゃった。なんか今日暗いよね、絶対明るくしようかな。明るさを上げる。あ、ちょっと色だけフィルターオリジナル北海道は色がすごい変わっちゃいます。うん、仕方ないか。あ、ニコラさん、アイラブユー、ありがとうございます。チェンさんもありがとうございます。なんか日々ちゃんとお化粧しなきゃあかんなって思う。雑すぎて、自分のお化粧がちょっと雑すぎて危ない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 音出しちゃいました。うん、痛い。なんかね、昨日からね足がずっと痛いんですよ私。痛いの、めっちゃやだ。ずっとこんな子かわいい。今クリスマスバージョンなんだねきっと。ではないですか、とっても可愛いではないですか。高木手さん、雪ありがとうございます。 I love you もありがとうございます。そうですね、なんかあっという間じゃないですか12月なんて。もう今日から12月で、早すぎやろがいって私は思いました。なんか毎年11月がすごい早いので、そっからすぐ来ちゃうんですよね12月が。10月が終わった時もすぐ12月みたいな感じです。お、かわいい。ネコキャットさん、ライフウォーターありがとうございます。ニコラスさん、なんだろうこれ、クマさんのオーナメント、オーナメントっていうのかな、こういうのって飾り、クリスマスツリーのきっと。ありがとうございます。かわいい。クリスマスツリーなんか私もあんま持ってないんですよね。飾ったことあんまない。なんか結構ドライなんですこれうち。あんまり飾ってみたいなって気持ちあるんですけど、あんまりないかも。まあもっと大人になって、私がもし一人暮らししたら、なんかこれくらいのさ、顔くらいの大きさのクリスマスツリーって時々売ってるじゃないですか。なんかこう棚の上に置くよみたいな、ああいうのはちょっと飾ってみたいなって気持ちはあるんですけど、大きいクリスマスツリーはなんか大変そうだなって気持ちの方が大きくて、だからまだうちはないんですけど、一人暮らししたらこんくらいのやつは買ってみたいなって思います。そういうなんか飾り系装飾物うちない。なんかすごい何もない世界広がっちゃってる。そう、なんか意外って言われるんですよね、みんなに、家来た人に。意外とシンプルらしいです。なんか私というあの魔物がいるせいで、我が家は
あのいつも私の力によってどんどん汚れちゃうんですけど、あの美しい時は一人暮らしダメなんですよ。手が別に言わなきゃよかったか言わなきゃよかった、ダメなんですよね。でも私あんまそういうプライベートの話したくないので、なんかまあもし一人暮らししても一人暮らししましたみたいなことは言わないと思います。詮索されたくない、ほっといてほしいですね笑。でも家族の話したくないので別に一人暮らしだって思ってもらっていいですなんだろう、別に私の生活に対してあんまり興味を持たないでください興味を持たないでくださいってやばいか、でもあんま興味持ってほしくないですね。猫キャットさん、雪ありがとうございます。この前出る直前まで寝て5分で目と眉毛しか見えなくてバイト行った。わかる、私もねリハ期間はね眉毛しか描いてないです今はもうさここまで見えへんからさ、ぶつけ目と眉毛しとけばいいよな。つい最近9月まで描くのにもう12月になってる。わかる、ちょっと前までさなんかもう暑いんだか寒いんだかわからんって思ってたのに今日すごい寒かったよね、12月になったから寒くしてやったぜみたいなくらいでめっちゃさ寒くてびっくりでした。みんな一人暮らしかと思ってたそんな気持ち悪くない、50何人いて全員一人暮らししてる世界キモいでしょ、怠けなくないそれはちょっとそんな偶然はやばいですね。まあだからいつかって感じ、まあ言わないけどね、しても言わなきゃいけないで言わないけど言わないです。であんまりあんまりあんまりって感じですかね。生活知られたくない派一緒やん、私も知られたくない、知ってほしいと思ったことが人生で一回もないかも。友達にもね別に知ってほしいと思わないんだよね、なんかあんま詮索ない、特に家の中の私はもう誰にも知られたくないですね、普通に考えて何だろう、何の話したっけ、クリスマスの話だ。そうクリスマスツリーとかがさお店屋さんとかに家具屋さんにいっぱい並んでるじゃないですか、そういうの見てると可愛いなと思うんですけど、なんか私あんまそういうの本当に全体的に持ってなくて、飾り系キャンドルとか持ってなくて、まあいつか買いたいなって感じ。でも大人の趣味だなって思います、そういうの。どうなんだろう、大人っぽくないですか、なんか社会人の人の趣味って感じ、社会人 OL さんとかが買ってそうなイメージあります、私の勝手な偏見ですけど。でもなんだろう、いいですよねお部屋にさそういうのがあったら。なんかすごいかっこいいなと思います、そこまでこう気を配れる余裕があるって感じのイメージです、勝手な。そんな季節のね、でも私多分ズボラだからクリスマスツリー買ったら一年中置きっぱなしになっちゃう気もしなくもないです。怒ってくれる人がいなかったら多分置きっぱなしになっちゃう。163日、163日です、イエーイ。おお、順調に数が増えていっています。毎日毎日この数字が増えていくのがなんか面白いですね、かわいい。なんか来ました、かわいいっすね。肉まんとピザまんだとどっちが好き？551の肉まんが美味しかった、また食べたいですね。
アルバム届いたら握手券入ってませんでしたよね。アルバムが届いてないのでわかんないですね。今なんかデジタルとかじゃなかったでしたっけ。すいません、ちょっとわかんないですけど、それそもそもアルバム、あの私の元に届くアルバムはそもそも握手券というもの概念を超えているアルバムが届くので、すいません、確認されてもちょっとわかんないです。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。猫キャットさん、雪ありがとうございます。チェンさん、オーナメントありがとうございます。チェンさんも、雪ありがとうございます。ニコラスさんも雪、これ雪の結晶だ、ありがとうございます。なおくんさんも雪の結晶ありがとうございます。もっと長いこと毎日配信やってると思ってた。毎日配信はやってないんですよ私は。でも今まで毎日配信を30日間くらいやったこともあったから、そういうのもなんか本当にちゃんと私が最初に結構連続してやってた時からつなげてたら多分250くらいはいってたんじゃないかなって思います。3月は絶対毎日やってたし、去年のあでも激ハゼの期間はやってなかったね。もう激ハゼの期間はもうこの画面を見たくなかったから多分やってなかったと思います。やってたかもしれない、息抜きとかやってたかもしれないけど、多分ですけどもうこれ以上デジタル画面を見たくないと心を閉ざしてたので、私あの頃やってなかったと思うので、3月くらいから考えたらもう9ヶ月くらいかな、なんだと思います。本当だったら。でも私はあの3月くらいの終わりに自分の誕生日まで毎日配信しますとか言ったけど、多分誕生日終わってすぐブチ切ったので記録を、そっからは多分全然やってなかったと思います。4月とか5月とか微妙に1週間に1回くらいかな、やってました。だから意外とやってないんですね。いろんな人に言われました、なんで切ったのみたいな、もったいないよ、もうあんたが30日続くことなんかないんだからつなげればいいのにって言われたけど、続いたからいっかと思ってそうですね。まあいろいろ言ってますけど、一応目的あって毎日配信してるので全然後悔なし。あでも後悔はやっぱつなげとけばよかったかもとは思った。ちょっとでも変な時に始めちゃったんだよね。6月の真ん中くらいから始めちゃったんだけど、ちょっとつなげとけばよかったかなって思いました。したらなんかこうちょうどさ18歳になって高校卒業してから毎日配信してますとかこうなるとちょっとこう区切りが良かったかなと思って、それはちょっと反省してるかな。でも全然別にいいかって感じですかね。別にいいかなと思いつつは、つなげとけばよかったかなって思ったりとか、わかんないかなって感じですかね。まあ別にそこまで執着はしないと思うんですけど、まあでも懸念点としては配信するよっていうツイートを消すのがちょっとめんどくさい。今消してます。これが残るのも嫌なんですよね。でもあなんか全部消せた気がする。ふむ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 、そうですね。でも本当にいろんな人に、まず100日記念の時にいろんな人に奇跡って言われました。でもやばいみたいなまさか本当にそんなにやるとは思わなかったんだけど言われました。そうね、あ意外かと思そう言われましたね。てれてれ、いた、
ぜひ今日ね発売のビスさんに掲載させてもらってるんですよ今。いつだっけ、7月末くらいにあったショールームのイベントで、まあそれ関連のやつなんですけど、それをね本日発売なんですけど、まあ福岡はちょっと遅れて明日明後日くらいに入荷されるらしいんですけど、ぜひ追悼したので拡散してほしいですというお願いです。はい、っていうか、まあ、全部拡散してほしいんですけど、わしのツイート。なんかさ、もういつだっけ、ハロウィンのさ時のやつとかもみんなすごく元気にね、こういいねリツイートとかしてくれたのに、ちょっと最近はね皆さんがサボっているんじゃないかと疑ってかかっています。私はちょっと頑張ってもらってよろしくお願いします。ツイッターに載せてるのでいいねとリツイートとコメントしてください。よろしくお願いします。で、まあちょっと私まだ見てないので、まあ届いたらその話はしようかなって思ったので、別に今日しか売ってないわけじゃないので、また私の手元で私がゲットしたらまたお話ししようかなって思ってます。よろしくです。そうマジでね、お化粧が本当にナチュラルすぎてやばいんですよ。アイシャドウしかしてないの、アイメイクがやばくないですか。眉毛もなんかこんにちはくらい。で、私はもうまつギャンアイラインビヨンっていうのが定番なので、もう大丈夫ですか大丈夫ですかすいませんみたいな感じだったんですけど、まあ新しい感じですね。あとリップもめっちゃ薄いんですよ。本当に私のお化粧のもう3分の1くらいしかしてないのだからね、もう不安なんですけど大丈夫かなって感じなんですけど、まあ服も可愛かったですね、黒で。まあ詳しいことは私があれ見てから、ビスさんを読んで見てから話そうかなって思います。よろしくお願いします。てれ、そう HMV 博多店さんで購入するとポストカードもついてくるので、ぜひよろしくお願いします。私かアイリーかリノなんですけど、なんか結構こう規制推しみたいな人いっぱいいるじゃないですか、こう同期の全員なので、なんか誰が出ても気まずってなんないかなと思います。ちょっとなんかね、こうあ先輩だったみたいな、ちょっとあなっちゃうかなと思ったんですけど、まあ誰この人ってならないと思います。いくらなんでも同期なんで、さすがに同期なんで全員してると思うので、よろしくお願いします。パコリンちゃん、そう、そしてもって同時に本日 HKT48 セカンドアルバムアウトスタンディングも発売なんですね。今日発売のものがすごく多いですね。すごく多いとか言って2個しかないんですけど、多いので皆さん両方ともチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくです。そうですね、アルバムはなんだ、私特に何も言うことないんだよな。なんだろう、5期生のジェネレーション版みたいなのがあるくらい、あんまお話することないですね。アルバムは別にアルバムがあるよっていうことくらいしか、何も知らないんだよな。
まあそういうことだと思います。それくらいかな。いっぱい新しい曲が入ってますね。4曲くらいかな。聞いてないからわかんないんですけど、まあぜひ皆さんゲットしてくださいませ。もう私に直接関わってなくても HKT のやつなんでね、ぜひ皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。わーい。そうですね、まあ話さなきゃいかんことはそれくらいかな。あんまないですね別に。まあそんなもんですかね。やばい、ちょっと待って。来てる来てる。オッケーオッケー。ちょっと今ね端末2個ある人はもう絶対に絶対に今すぐあのインスタ開いてほしいんですけど、いやいよりが投稿したやつをあの本当にあの2秒以内に全員見てほしいですね、できることならば。これはもう撮った時から、あもう皆さんが見てるっていう設定で話してもいいですか。すいません、見てない人は終わったら見てほしいですけど、あのこれはね写真撮った時からもういや来ちまったなと思って、もうこれはやばいなと思ったんですよ、うん、素晴らしい100点満点ですと思って。超可愛くないですかこれ、やばくない、マジ無理マジ無理なんだけどと思って、さすがにちょっとリップしちゃいました。これやばいよね、あのこれずっとよりに写真載せてよ早く載せてよ早く載せてよって言ってやっと載せてくれました。これも素晴らしい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 、これはやばいよね、かわいいと思って、かわいいって言いながら撮ってました。もう私はもうこうやって撮るじゃん、そしたらもうかわいいって言ってます。マジでやばいな、さすがに優勝してるな、マジでやばいな。これはもう絶対に全人類見るべき、本当にこれは私のこのコメントも100点満点のコメント、それはそう絶対に全人類見るべきだし、絶対全人類見ろすぎるもんね、あまりにもこれね、もうね最強なんだよね。これ私何回も自分で見直してデュフデュフしてました。来ちゃったなって思ってたんですよね。やばーい、かわーい。え、なんかさこんなさ照れてる時の顔がさかわいい人いなくない、いなくないと思って、普通に考えてこんなにかわいい顔で照れられる人、ちょっと難しいですね、照れることができる人いないですね。マジかわいい、いやー楽園だなここは。
もうなんだろうね、絶対にさこう入り込めない世界観を作っちゃってるんですよね、二人で。しまった、困っちゃったな、困っちゃったなって思いました。ありがとうございますって感じ。とても可愛いよね、この日のね、よりのね、ハーフアップすごい可愛くて。これ2番目の写真わかりますね、大きなリボンなんかつけちゃってよりちゃんと思って、はい、よりの可愛い写真もあるんだけどね、いよりは載せないのかな。なんかね、この人よりね、なんかいつもより可愛いんだけど、より可愛くてすごい、なんかもうめっちゃ可愛いじゃんみたいな感じだったんですよね。この日ちょっとよりちゃん優勝しちゃってた説大いにありますね。可愛いって、まあ他にもいっぱい写真あるんですけど、なんかいぶきの写真出てきたそう、この日みんな可愛かった、なんかウキウキしてたし、5期生みんなで写真撮るときってあんまないんだよね、意外となくて、うちら5期生みんなで集まったの、写真撮ったの本当にいなくて、え5期生だけで撮ったのってもしかしたら最初のボム以来かもっていうくらい、え本当にそうかもしんない、本当にないの。だからみんなでウキウキしちゃって、たくさんキャーってはしゃいじゃったってわーみたいな感じで大盛り上がりしました、みんなで。かわいかろー、かわいかろー、それなそれなそれな。アルバムのジャケットの衣装かわいくて好きね、わかる、かわいい。なんかさ、みんなそれぞれあなたはこの服かなみたいのを選んでくださったんだよね。それで私たちはその服を着たわけなんだけど、すごいね、なんかあ、わかるみたいな、あ、まるまるっぽいわみたいな感じので大盛り上がりしました、みんなで。で、髪型もあんまり被らないようにみんなでしたんだけど、なんかいいよね、なんかあ、わかるわかるって髪型じゃない全員。みんなちょっとぽいんだよね。あー、あんたはその髪型やろうねみたいな感じの髪型をみんなしてて、そうで、リノとか私とか結構後半にやったんだけど、リノと隣でハーフアップにするか巻き下ろしにするか3パターンを悩んでて、結局ね、ちょっと取るハーフアップほどではないけど、まあハーフアップみたいな形になったわけだけど、似合ってるよね、リーコも。可愛いっすね、みんな可愛いです、最高に。どうしようかって感じ、可愛すぎて、さすがにさすがにどうしようか、ちょっと一旦考えようみたいな感じにはまあなるよね。可愛い、なんか結構先輩方はなんかもうちょっと軽い、なんかもうちょっとくちゃってなってるんだけど、5期生だけなんかクラッシャーシーみたいで可愛い。可愛いですみんな微笑ましい、懐かしい。もうこんな格好できないよね、みんな半袖やんこれ。寒いです、見てるだけでなんか懐かしいなって思う。今はもうできないよこんな格好。夏かピーです、とっても。
ですね。なので、まあオフショットとか結構いっぱいあるので、載せていこうと思います。これどうやって見るのかな。詳細表示みたいな、どうやってやったんだったかなあれ。全然わかんなくなっちゃった。やはり福岡の本屋ではまだビス売ってないぞ。なんか福岡はね、遅れてくるみたいです。明日か明後日くらいに来るみたいだよ。なのでもうちょっとお待ちください。私もまだ見てないだから、ドキドキです。緊張緊張。ドキドキしております。高秀さんハートありがとうございます。トヨ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 さんかわいい、ありがとうございます。いやー、前髪がない？もうほんといい加減、私あれしないと、あれ撮らないと、 TikTok もうマジで撮ってない。開いてない TikTok を。ダメだね、ちゃんとやらないと。そろ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 本気出します。そろそろ本気出します。私頑張ります。もうちょっともうちょっとそろそろ。絶対やんない人の言い方。いや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 、洋服買いたい、洋服マジ買いたい。今お洋服に対する愛がすごい強いの。でもさ、なんだろうね、意外とさ高いよね服って。じゃない？なんだかさ、思ったよりも高いよね洋服って。最近思いました。なんか1個とかだったら別にそんななんかもあってなんないんだけど、服って1個じゃ着ないじゃん。トップス、かトップス、ボトムス、靴は絶対にいるし、今はアウターもいるじゃん。そういうこと考えたらさ、なんか意外となんかすごいねみたいな、どうしようかってなるよね。そう、私結構好きなねやつがそんななんかもうなんかもう10着も20着も買っちゃうぞみたいな感じのブランドじゃないところが好きなことが多いのね。ちょっと頑張って買っちゃおうかなみたいな、すごいから、もう私どうしたらいいかわからないわ。どうしようかっていつもね自分と相談してる。どう思うってしたらさ、そういうこと考えたらさ、本当に着るかなとか思っちゃうの。でもそういうこと考えたらダメじゃん。服ってさ、そういうことじゃないけどさ、でも考えちゃうんだよね、本当にこの服着るのかなみたいな。本当はこんな服着ないんじゃないかなとか
思っちゃって勇気じゃないので、も買えなよって言われるんだけど、それなーって言いながら買ってない。そうだよね、意外とね。まさみやさんかわいい、ありがとうございます。最近の悩みです、服欲しくないっていうのが最近の悩み軽、悩みめっちゃ軽い、あまりにも平和。でもね、なんか楽しい悩みだよね、服どうしようかなって悩むもの。毎朝考えてます。でも服どうしようかなっていうのは、いつも服がない服がないって言っちゃう口癖もしかしたら口癖かもしれない、服がない服がないよって言ってますね最近は毎日。マズカピーです。そんなことはないんですけど、全然あるんですけど、でもなんかわかんなくて、なんかない気がしちゃう、なんでだろうなんでいつも私こんなに服がないなって思うのかわかんないけど、いつも服がない服がない服がないよ、服がないから買わなきゃ、最近の口癖どんな口癖だよって感じですけど、そうなんですよね。あとはもう足が痛いっていうのはねでも足が痛いのはさ、本当にさ、どうしようって感じじゃない。ちゃんと割と痛いんですよ、なんかね、足の裏が痛いの。足の裏が痛いって何って思わない？どんなこと、何が起きたらそんなことが起きるのかわかんないんですけど、なんか足の裏痛いんですよ。かわいそうでしょ、みんなもっとかわいそうって思っていいのよ私に思いなさい、かわいそうってどんな状況、ちょっとかわいそうやんってみんな思ってください、いたわってください私を月頭のショールームから。でもさ、もう12月になったからさ、1ヶ月って意外と早いじゃないですか。多分もうあっという間にもう12月も悪くないとか、なんかもう2021年終わっちゃうんだけどやばくないみたいな話は絶対にすると思う。もうそこまではめちゃめちゃ短いと思います。やばいよやばいよ、どうしようか。だからさ、悔いのないようにさ生きなきゃいかんよね。重突然重、そんな重い話するつもりじゃなかった。このクリスマスシーズンはさ25日間しかないわけ今から。そしたらさ25日後にはクリスマスが終わってるわけじゃん。クリスマス終わったからさ、年明けまで5日しかないんだよ。26日7 28 29 30 31 26 27 28 29 30 6日だった、6日間しかなくてさ1週間しかないんだよ。それはさ無理だよねそんなの2秒できちゃうよね。嫌です、怖いです、時が経つのが早くて怖い。そしたらあっという間に1月になって、ちょっとあっという間に私3月だ、誕生日だから、あーもう今月誕生月だーみたいな、みんな誕生日だよーってこうなるじゃないですかそして私の18歳が終わると、で19歳になって、そしたらもうあっという間にまた4月でしょ。私誕生日から2日後には4月ですからね。で年度が変わって今年もよろしくってなるわけです。私結構1年間の間隔が、多分自分の誕生日が3月30だからってのもあると思うんだけど、4月1日始まりなんだよね私の1年間って。なんか年度なの全部。まあこの間まで学生だったからっていうのもあるかもしれないけど、結構ほら高校生とかってさ年度で分かれるじゃん1年間が。だから4月から3月っていう脳みそらの私の中で1年間って結構
だから1年間じゃなくねとか思ってり、それ去年じゃなくねとか思ってもあんま言わないでください。私の中で4月が1年の始まりなの。そうだからであっという間に1年が終わるやろ、でもってまた1年間が始まるけどさ、4月になるじゃん、あっという間に熱々って時期が来るじゃん、夏じゃん、夏長いなと思いつつも意外と早いじゃん。毎日楽しい夏って、私夏嫌いなんだけど楽しいからさ、8月とかね、まあ割と早くすぎるやん。いや9月になるやん。9月になったらこれで9月だったじゃんってことはすぐ12月になっちゃうね。したらまたすぐ終わるのこれの無限ループだよ、やばいよね。だから時が経つのって早いんだろうなと思います。でもしかも来年はさ、ツアーもあるじゃないですか。そんなことしたらあマジあっという間じゃない？多分ツアーなんて始まってから2秒後に終わっとるよあツアー初日だったねってなってから、次の日にはまた千秋楽だねってなってます絶対そういうもんじゃん。あっという間だろうな、こうやってさ日々さめっちゃ早く過ぎ去っていくんだろうね。怖いね、怖いよ私は。いや本当に毎日を頑張って生きねばならんね。やっぱちょっと重い話しちゃうね、すぐそういうとこあるよね。お腹がとついて、あの私こう見えて意外とちょっと小心者なんですよね。だからグループラインとかで発言するのめっちゃ苦手今ちょっと考えなきゃいけないことがあるけど誰も何も言わなくて沈黙を破れたいけど破れない、勇気が出ない怖い。なんか私結構苦手なんですよ、なんか大人数の中で喋るのがすごい苦手で、なんだろう、自分の意見が否定されたらどうしようとか、自分の意見で人をなんかこう何無駄に動かしてしまったらどうしようとか、私が言わない方がいいんじゃないかなとか、結構そういうの考えちゃうタイプのね。なんかちょっと考えすぎなのかなって思うんだけど、結構そういうところあってもうダメだ言えないんです。でも忙しいかもしれないから他の人が、私忙しくないじゃん、ショールームのんびりできてるってことは、ってことは私が言わなきゃいけないんじゃないかなって思うけど怖くて言えないんです。得意ですか？私特に対面だったらまだ言えるんだけど、こういうふうになんかちょっとこう LINE グループかだと本当に言えない、もう超怖い、もう何苦手なの、もう大嫌いなの。でも何も言わなきゃいけない、怖い、痛くないマジで、ずっと私以外の誰かが言ってくれってずっと思ってる。でもそう思い始めて早5時間くらいが経って誰も何も言わないってことは誰も言いたくないんだと思うそういう人が集まったんだろうなきっと。やだ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 怖いもんって思ってます今そうね、そろそろ勇気を出す時なのかもしれないよね。どない？怖いな。
回ため息つかせてもらって、さすがにね、そりゃそう、そりゃそうなんよ。一旦ね、落ち着かさせてもらって、すいません。そうですね、ああ苦手だなこういうの。やっぱりどうなんだろうね、みんなはさ、社会人の人とかこの中にもいると思うんですけど、会議とかでさ発言するのってやっぱ怖いものですか？どうなんやろ、教えてくださいよ。どういうマインドでいけばいいんだろう、教えておくれ。考えすぎそれはそう、絶対にそれはそう。でも考えすぎちゃうんだよね、分かってても。あ、考えすぎなんだろうなと思いながらまだ考えちゃう。発言しないと終わらない、確かにそうだよね。でもさ、こう渡さなくてもいいのかなとか思っちゃうんだよね、逃げちゃう。弱いっすね。そうですね、やっぱ勇気が大事なんですかね、そこでもう強い気持ちで、えいっていう勢いがやっぱ大事なのかな。いい意見なら評価される、あーそういうの聞くと思うとすごいなって思っちゃう。一番目に言わなきゃいけない時はめっちゃ言葉気をつける。確かに確かに確かに、私言葉ね、あの足りないって言われるんですよね、よく。確かにそれを気をつけてね、確かに確かに大事だ。うわー怖いねあー苦手だな、もうね本当にねやりたくないですね。でも頑張らせてもらって、さすがにそりゃそう。猫キャットさんファイト、ありがとうございます。頑張るね、慣れるしかない。確かに早口ならないとか、あでも LINE なんだ、だから早口にはならないかも。うわーもう本当に、えい、ちゃおうかな。でもね、もう書いてあるの一言だもん一言しかない、あのどうしますって聞くだけそのきっかけを作りたくてみんなが話し始める。だから別に多分ね、もう意見とかじゃないから別に怒られること、でもこれでみんなが静かだったら悲しくて返事が来なかったらどうしようと思っちゃうんですね。どうしようかな。えい、あ送っちゃった送りましたマジ返事来なかったら私ブチギレる後で送りました。本当にこれで誰も返事してくれなかったら泣きわめきます私がやったー、わみんなが褒めてくれる、頑張りました。猫キャットさん GG ありがとうございます。マジで絶対に返事しろ、こんだけでこれ5分間くらい悩んで送ったんだから絶対に返事しろ、頼むから。私副アカウント作ろうかな、 LINE の自分で自分に返事しようかな、返事来なかったらもう絶対返事してよね。おにぎり村長さんブラボーありがとうございます。でも結構ツイッターとかインスタとか載せる時も私結構こういう気持ちになっちゃうの、もしこれでみんなが全然返事とかいいねとかしてくれなかったらどうしようとかいうのを結構考えちゃうの。
だから皆さんもね、私がツイートする裏側では結構こんなグダ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 言ってるので、あのぜひね反応してあげてください、私のために。ピエーってなるのですぐ頼むよ。みんなよろしくお願いします。ペコリペコリ。今日は周年の写真を元載せようかなって思ったり、あでも今日はアルバムの発売日だからアルバムの写真にしようかなって思ったりしてるけど、あのツイッターかインスタか載せようと思ってるので、絶対にみんなも返事しろ絶対に返事してください、頼むよ。信じてるぜ。みんなの返事が来なかったら私は泣いちゃうからね、頼むよ。まあ後で載せるので、それはぜひ皆さんにこれはもうお願いするしかない。頼みましたよあーもう本当にドキドキです。あの私結構こういう時はもう LINE とかはもうめっちゃこうやってすぐ見ちゃう。見たかな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 って、返事まだかな返事まだかなとか言って、すごい、ね、せっかちなんですよ。で5分くらい返事来ないともうこんなになっちゃう、返事してくれなかったってなっちゃうタイプでも私めっちゃ未読しちゃいます、ごめんなさい。最低なんか返事しにくいやつちょっとどうしようかなと思って一旦置いちゃうタイプなので、もうちゃんと返事はします最後は。でもなんかやっぱ返事しにくいやつは送ったらこっちも困るなってことにやっぱ自分で困ってるので気づくので、あの今度からちゃんと反省してあの返事しやすい文章を送ろうって思ったりとかして、今回のはマジでもう最後クエスチョンで終わってるからね、絶対に返事が来るはずです。それはそう、さすがにクエスチョンマークで終わってるのに返事してこない人はもう私があの次やった時に全員グーパンします。パッ何してんねん返事しろってやります。いや皆さんもインスタとか全然やってくれない人はもうグーパンします、私がカッて何してんのって怒りますので、絶対に皆さんは反応してください。もう皆さんのことはね私信じてるから、みんながちゃんと答えてくれると裏切らないでください私をプレッシャーかけときますね、よろしくお願いします。信じてるぜみんな、みんなを信じているよ私は、心の底から圧を感じるんだ、なんか前髪が変なとこに行ってるもんだぜ、よろしく頼むぜ。こんな感じでね、もう私ちょっと疲れてた、今のあの送る送らない論争でもうすごい疲れた、精神が削られました今ので、体は疲れてないけど心がもう吸い切れちゃいました。なのでそろそろ終わりにしようかなと思います。もうダメだ、本当に返事来なかったら明日のショールーム私もこんな感じだから、私の明日のショールームのテンションが低かったら、あ返事来なかったんだなって思ってください。いやまさかね、まさかですよ、きっと来ますよ、そう信じてもいいよね、きっと来る。私は信じます。頑張れ私自分を応援させてもらいます。そうですね、やっぱり やっぱりあれですかね、返事来るまで待つだよな。え、そんなことしたらもしかしたらさ、今日12時までこのまま配信続けることになるかもしれないよ。
いやそれで終わらないかもしれない。明日の朝5時からまたすぐ再開することになっちゃうかもしれないよ。わかんないじゃん。だってのなかったって誰も返事してくれないもん。既読1しかついてないもん。なじね忙しいのかな。みんなが何してるか知らないからわかんないけど忙しいのかな。絶対返事してください。お願いします本当に。スタイ一緒に泣くマジで泣いちゃうかもしれない。心がパキパキに割れちゃって。あ冷たい。もう、悲しいよ。ピエンピエン。ご規制当てではないです。何当てかは言わないけど、ご規制当てではないですね。ご規制だったら私普通に電話かけるもん。返事しろ。絶対に返事しろって怒りますけど。電話かけるよ。一人一人石橋いぶき電話かける一覧入り電話かけるってします。ご規制だったらまあきっと忙しいんだねみんな。そうだよね。ピエンもう本当に絶対早く返事してよ。誰か一人くらい暇ないと言うでしょう。てかこの既読つけちゃったんだったら返事してほしくない。絶対返事してほしくない。それはさすがになんか言ってほしくない。なんか言ってほしいよね。今無理とかでもいいからさ。これさ誰が見たか分かるようにしてほしいんだけど。そしたらもう誰もさそしたらもう誰も既読つけてくんないかもしれないよね。ああもう本当に嫌になっちゃうんだけど、なんで私がこんな思いしなきゃいけないんだ。なんでなんだ。おかしいじゃないか。プンスカプンスカプンスカ、なんで私なんだ。犠牲者だよ。私が世界中の人のために私が今犠牲になったんだ。えらい。絶対に幸せになれよ。私楽しいです。いて。どうですか。もう通知もオンにしてるのに通知が来ない。私いつも通知オフにするんですよね。あのここに上がってくるのが嫌だから。通知オンにしとんのよ。なのに通知が来ません。本当に誰もあれなんでしょうね。激おこ激おこ激ショック。もうずっとずっとこれは文句言い続けるよ私は。プンプン。あと私いっぱいちょっと前にさあの Q10 で目代わりがあったじゃないですか。いっぱい買ったんですけどもう早く届いてくれ早く届いてくれってずっと思ってる。超楽しみなの。お素晴らしい。もうねすごい楽しみ。私通販で買ったやつが届くのを待つ間が一番嫌いなんですけど一番ドキドキするから大好き。ワクワクドキドキしております。今そうなんかいっぱい欲しいのあって
高3組で電話しながら、どっちが1番と2番の色どっちがいいかなって言いながら決めたのもいっぱいあるから早く使いたいんですよね。すごい楽しみです。あのね、本当に通販大好きなの。なんか本当はやっぱ店舗で見るのが一番ね、実際のさ雰囲気とかも分かるしいいと思うんだけど、でもやっぱちょっとね、通販も惹かれるものがあるよね。一気にさいろんなお店のものを見れる、これが通販の魅力だと思うんですよ。しかも家で何時でもいいじゃん。だからね、もう早く使いたくても仕方がない、ワクワクって感じ。私グリッターが大好きだからグリッター買いました。もうやばい、楽しみすぎて。全色欲しかったんだけど一個にしたりとか。そうで、今回は周年がかぶってたからね、余裕なくてあんまり買えず、しかもその時欲しかったスウェットとか買っちゃいました。あまりにも今欲しいものすぎて笑っちゃったんだけど、まあでもスウェットはいつでも使えるし便利ですもんね。あとはいっぱい欲しいのあって、あと私がずっと欲しかったやつをメガネの初日に買ったら最後の方にもう売り切れてて、めっちゃ買ってよかったと思った。意外と売り切れたりとかするんだよね、ショックなんで。売り切れてるとあってなる、ちょっとなんか気まずくなっちゃう、あ売り切れちゃったんだってなるから、買っといてよかったと思って。嬉しかったです。本当に買い物大好き。あのね、この間ママと私って浪費家だよねって話して気をつけなさいって怒られました。はいっつってすぐはいそうだよね気をつけますって言いましたね。でも大好きなんだよね、物を買うのが。気をつけなさいって怒られたから気をつけます。えら真面目か、めちゃめちゃ真面目、すぐはいママに怒られた時、私めっちゃはいっていうの早い、すぐあっってすぐ反省します。偉くない？既得が2になった、返事が来ない。10分15分くらい経つけど返事が来ない。どうでもいいって言うのか、私のことなんて。返事が来ません、どうしたんだろう、バグかな、メッセージを送れないっていうバグが起こってるのかな。そう疑いたくなってしまうほど返事が来ません。もうこれダメだ、私返事が来るまでショールームなんてできません、絶対に。もう私の心がたった15分間で心がポキポキなので、もう終わりにしようと思います。あ、ビス見ました、漏れてました、不安ですね。いや返事したいわ、今ここにいっぱい書いておいてください。あのメールの返信してください、後でメール送るんで。あら、私が今からメール書いてみんながメール返信するのが早いか、さすがに LINE の方が早いか、どっちが早いか勝負しましょう。まず私が早くメールかけって話だけど、それはというわけでショールームも終わりにします。私の元気がなくなっちゃう前に絶対返事しろ今すぐに、なんか言って、スタンプちょっと待っててもいいから、なんか言ってくれ頼む。そういうことで終わりにします。ランキング読みます。13位高秀さんありがとうございます。12位まさみやさんありがとうございます。11位吉坊さんありがとうございます。10位森翔さんありがとうございます。9位のぞみさんありがとうございます。8位エウリカさんありがとうございます。7位トーゴマさんありがとうございます。6位ダーさんありがとうございます。5位トミョさんありがとうございます。4位チェンさんありがとうございます。3位おにぎり村長さんありがとうございます。2位ニコラスさんありがとうございます。で1位が猫キャットさんでした、ありがとうございます。あ、変わっちゃった、もう一回読んであげます、特別に読み終わったけど。もう一回いきますね。13位まさみやさんありがとうございます。
12位よしぼうさん、ありがとうございます。11位たかひでさん、ありがとうございます。10位森翔さん、ありがとうございます。9位のぞみさん、ありがとうございます。8位とうごまさん、ありがとうございます。7位えうりかさん、ありがとうございます。6位とびょさん、ありがとうございます。5位チェンさん、ありがとうございます。4位ダーさん、ありがとうございます。3位おにぎり村長さん、ありがとうございます。2位ニコラスさん、ありがとうございます。で1位が猫キャットさんでした。ありがとうございます。今日久々にね、固めたのスプレーで前髪いい感じですね。はい、そんな感じでした。今日の配信はここまでです。皆さん12月もよろしくお願いします。たくさん配信とか SNS 今月頑張りたいなと私思っておりますので、ぜひ各種 SNS、 Twitter、Instagram、 TikTok も一応やってる、ショールーム、メールよろしくお願いします。意外とありますね、大変だ。はい、じゃあそんな感じで終わりにしたいと思います。12月もよろしく。バイバイ。切ります。じゃあねー。